はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバトの動画撮ろうと思うんですが、ユースケ&クワバラね、オートスキルがまだもうちょっとなんですが、一応、レベルに関してはね、育て終わったので、ライゼンと入れ替えてね、使ってみようかなと思います。ランクは、C です。でね、オートスキルに関しては、やけどと、火ダメ現象が、ちょっと上げきれてないです。巻物が足んないので、まあ、やけどはちょっと後回しでね、火ダメ現象の方上げたいと思うんですが、今来てるクラマのイベントとかやっても、ギリギリまだね、あと5個足りないと。やけどまで上げるなら15個足んないって感じかな。違うな。20個足んないのか。15の5だからね。はい。まあ、そんな感じなんですが、一応ね、他は上げ切りましたと。で、キャラリンクに、一応、トグロのね、潜在のトグロをつけてます。これは単純に、素のステータスでね、高いっていうことでね。まあ、ライゼンをつけた方が攻撃力アップ大とかがね、オートスキルでつくじゃんってなるんだけど、攻撃力アップ大ね、これと被っちゃってるからいらないんだよね、友情タックと。って感じなので、まあ、キャラリンクは単純に総合力を優先で。鈴木とかでね、攻撃力ダメージ耐性かなんかつけるっていうのはありかもしれない。ただちょっとそこは育成が、まだね、そんなにされてないのでっていうことなんで、今回は、潜在トグロと。で、用具は、ライゼンの着ているものを、ちょっと形見分けでね、いただいてきましたという感じかな。で、まあ、早速、武術会ちょっとやっていこうと思うんですが、魔界トーナメントも来てますし、どうしようかな。ちょっと交互に行こうか。魔界トーナメントの方から行きましょう。ごめん。ちょっと、ボーナスステージが。これはちょっと、取っとく。動画にするような対戦じゃないんだけど、まあせっかくね、ちょっとボーナスステージが来てたので、そこは取らせてもらいますと。まあ、これで完全勝利と。ありがたいね。おお、2桁順位にいるよ。すごいね。あれってことはここにいるの？もしかして99位と。99位いる？あ、99位いっぱいいるのか。あ、めちゃめちゃいっぱいいるな。あ、でもいるじゃん、ちゃんと。おー、99位にいますよ、今。それはいいことして。じゃあ次ね、武術会行きましょう。でね、ちょっとだけ使ってみた感覚としては、さすがに強い。さすがに強いっていうのは、そういう意味じゃなくて、キャラの方ね。っていうのも、友情タッグに必殺技に対して通常攻撃で反撃っていうのがあるんだけど、陰属性だから通常攻撃でね、ぶん殴って持っていけるんだよね。まあちょっとそれは相手の鍛え方にもよるかもしれないんだけど、どうしようかな、これ。ちょっと更新しようか。あ、しない方がよかった。これで言うとね、どこがやりやすそうかな。いや、更新しない方が良かったな。ちょっと、厳しいな。真ん中行ってみよっか。これはね、ダメかもしれん。相手のが総合力が大きいので、これは、そうだな。まあ、初期読みのデバフ解除するとこから行こうか。まずデバフ解除して、その上で、まあ、カラスからかな。OK、持ってった。そうだね。これはね、一旦ボタンっていうのもなくはない。相手がもう陰と陽しかいないから、一旦ボタンしとくか。読みのカウンター怖くないので、
まあ怖くないっつっても、バリアは痛いんだけど、これね、カウンター総裁がつくので、友情ジャンプでね、オッケーっていうね、これがね、結構強いんだよね。あの、バリア潜水とか、初期読みが、怖くない。あと、さすがにも強い。ってことでね、結構ね、使ってみた感触はね、悪くない。なんかね、思ったより使えないっていう意見をね、動画とかでね、他の人、よく見るなぁと思ってたんだけど、そんなことなくないかっていうね。まあ、そうは言っても、どうなんだろうなぁ。これちょっと待てよ。あ、一回魔界行こう。さっきの魔界微妙だったので、次、もう一回魔界行ってみましょう。やべえのがいるな。あ、全体的にやばい。これは無理かな。厳しい。これはちょっとやめとこう。更新できるようになってから行きましょう。暗黒武術会じゃ。じゃあ、そうだな、真ん中行ってみますか。あ、じゃあ6ちょっと回復して。この場合はね、どうしようかな。そうだな。いや、こっちか、さすがに。カラスから入ろうか。まあ、ボタンでね、バリアしてからのがいいかもしれないんだけど、正月桑原、そういえば、まだ入れ替えてないんだけど、ボタンに正月クワバラつけてたらこの状況バリアだったかなって感じではあるかな。そうだなぁ。まあこれでいきましょう。いや。ほんと？あれ今砂栗で落ちた？強くない？あれ？ちょっと待って、今誰が殴った？自分でも動画見直すわ、今のは。ね、これどうしようかな。ちょっと、見ますか、動き。横一列のやつ。おー、いいね、これ。そして強いし。おーっと、強化時間が減少。お、これも、そういえばゆっくり見れるの初めてだね。毒を食らう、おー。あそして、カラスで落とすか、こっち。回復も無難な気はするけど、絶対絶命というやつ。耐える強っ。おお、毒でいった。スローのボコボコ。よし、じゃあ最後に、これでね、見ますか、友情ジャンプ。さあ行け。おお、今ので使い切ったか。よし、オッケー、勝てましたね。もう一丁いきますか。さすがとマッチしたいと思ったら来たね、さすが。行きましょう。
あとね、ちょっと気になるのが、同じぐらいの総合力の相手に対して開幕で優勝ジャンプしたらどれぐらい入るのかっていうのを見ときたいなっていうのもあって、この相手ちょうどいいかなって気もするな。どうしよう、打っちゃおっか。うん、真面目にやるならバリアから入るんだけど、ちょっと一回開幕ワンパンしてみたい。いけ、あーしまった、これはちょっと無理だ。やめよう。じゃあこっちもバリア入ります。ちょっと先制でね、殴れるんだったら試してみたかったけど、これね、さすがが必殺技使った時に反撃してくれるんだよね。あ、まあレイガンでも反撃来るはず。弱点じゃないとどれぐらい入るかな。食らった必殺技に対して通常攻撃で反撃、これ、お、結構来るんじゃないこれ。あー、それでも、おー、結構削るよあ、これユウスケ持っていけるかな、友情ジャンプ打ってみるか。いっけー、おーし、持ってった。さすがが耐えたか。さすがも持っていければベストだったんだけど、そしてまあ一旦桑原かな。あ、おっと、一旦桑原かな。あー、でもボタン持っていけないかな。あ、違う、さすが落としちゃった方がいいか、さすがに。おー、これかっこいいな生き返る。ぐは、ちょっと一旦早くしよっか。くら、よし、オッケー、心拍数上がった。桑原で、元に戻しましょう。心拍数戻す、必殺技無効がついてるのでって感じだけど、まあ堅実に行くならバリアからかな。で、酔っ払いで、酔っ払いで必殺技無効剥がして、で、ユウスケでドーン。効かないね、さすがに。この二人硬いよな。あ、違う違う。いけ、おーし。まあまあまあ、いいでしょう。あーん、しつこい。これで落ちるんじゃないか。よし、オッケー。ん、酔っ払い。まあ、一応打っとけ。心拍数上がる。まあ、向こう剥がして、レッパ反衝壁。おし。まあ最後ちょっと無駄な動きがいっぱい入った気がするけど、まあ勝ちましたと。オッケー。まあこの調子で X ランクいっちゃうか。どうしよっかな。さすががいればもう一回と思ったけど、これはちょっと真ん中行ってみようか。真ん中に対して、開幕友情ジャンプがどれぐらい入るか見ましょう。開幕友情ジャンプ、いきまーす。あー、ちょっと、あ、レッパ反衝壁の方か。無効じゃないから、とりあえず行ってもいいな。いけ、どれぐらい入る。おっと、持ってった。まあ、生き返る。あー、しまった、バフが全部消えた。ちょい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 、しまったバフが全部消えた。そっか、しぐれもいるからか。なるほど、そういうチームね今気づいた。これはちょっと紙っぺらになっちゃったから、一回バリア張りましょう。そっか、このチームちょっとデバフじゃない、バフ役がいないんだな。
まあまあ、会心パの会心は乗るんだけどね。そうだな。まあ、これは、カラスでいいか。いけ。うおーし。生き返る。飯。これはね、どうしようかな。まあ、次元刀で剥がすか、バフ。いや、ライゼン落としとく方がいいか。絶対絶命というやつだ。トレイスアイ、オッケー。たまにね、ゆっくりモーションで見るとね、通常攻撃も結構かっこいいのいるよね。ココアのね、通常攻撃結構好きなんだよね、俺。あー、そんなこと言ってる間に、ちょっと怪しくなってきた。いけ。おーし。オッケー、強い。まあ、やっぱライゼンの時より勝ちやすくなってるかな。あとちょっと思ったのは、開幕に、打つつもりなら、こっちのがいいかもっていうのはある。っていうのは、これ2ターン目だけど、潜在サポートでヨダメゾーン 20% があるから、開幕で打つならね、こっちも、開幕では発動してないからね。あー、でもどっちだろうな、微妙だな。もうちょっと育ったら、入れ替えた方がいいかもしれんけど、今はムクロでいいかな。まあ、あと3回ぐらいで昇格できそうなので、続けてやっていきましょう。ちょっとこれは更新。お、友情ジャンプ対決。あー、でもこれ、A ランク強いな。どうだ？これ開幕打つのは、反撃飛んでくるしな。まあ、無難に前列から崩していこうか。まあ、恋竜、烈波反衝壁。カラスで、どれぐらい入るんだろう、これ。あー、そんなもんか。オッケー。しかし、あー、生き返る。ぐんぐん下がったな。シャチさん。あー、でも反撃するよね、ユースケ、これ。必殺技受けて、通常攻撃で、お、あ、今何？プーいなかった、プー。気のせい？いたよね、今、プー。マジか。あ、もしかして、会心モーションでプーが出るのか？ふざけんなーって言われちゃったけど。いや、でもこれもう一回反撃するでしょ？反撃見たい。あー、まひったらどうなるの？反撃。反撃しないんだ、まひると。へー、それは初めて知った。反撃は、ちょっと待って。これはね、回復したい。心拍数上がってるが、ちょっと回復させて。任せた。ユースケが死んじゃうからね、ちょっと回復してください。毒と麻痺を解消。そして、あー、しまった。ちょっとターゲットしなかったなと思ったけど、これは致命傷だな。バフが空っぽすぎる。一応、会心が乗る。反撃も弱々しいな。ちょっとバフが乗ってないと。バリアで立て直す。ちょっともう一回通常攻撃にプーがいたモーションが会心なのかどうかっていうのをチェックしたい。お、印刷層の構え。反撃。
あ、プーいるよ、プリプーいるやん。おお、あ、やっぱ会心モーションでプーが出てくるんだな、きっと。へえ、初めて知った。これどうしよう。落とせる？落とせるなら、あ、違う、向こう入ってんのか、相手。じゃあ、酔っ払いだ。あー、友情ジャンプ。あー、やられたわー。くっそはい、ちょっとね、新キャラユウスケ対決はやられてしまいましたと。次行こう。これ77取りたいな、取れないかな。地獄から舞い戻ってきちまったぜと。これね、開幕打ってカラスが落ちるなら上出来なんだけど、カラス落ちるかな、耐久はそんなにないはずなんだけど、行ってみるか。行け。あ、勝った、カラス。あ、そっちが落ちるの？いや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 、そっち硬いと思ったからカラスが落ちないかなって言ったんだけど、うおー、強烈。おーし、そしたら桑原を発射していきますか。いけ、よーし。なんか今日サムネにしたいシーンがいっぱいあるんだがプーが一番いい感じかな、俺が思うに。オーバーキルだな、これは。トレースアイ、オッケー、77ポイント。これはありがたい。そして次。ちょっとね、戦力が高いんだが、バリア潜水のカウンター怖くないぞってとこを見せつける意味ではいい相手か。真ん中もいいね。どっちがいいかな。真ん中行きましょう。ここは、まあ、前列ぶっ壊していきますか。行け。おっと。桑原がいきなり散った。ただこっちも前列ぶっ壊しに行くぞと。よーし、オッケー、生き返ったけど、それがどれぐらい入る。フラフープおじさん、フラフープおじさん強えな、やっぱ。ただ反撃で、反撃プラス全体攻撃で持っていけるんじゃねえかな。行きましょう。おーし、いいダメージ。これ強いな、やっぱな。あ、反撃プーがとどめだな、実質。よし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 。ね、反撃の威力が高いんだよね。あれ、通常攻撃で反撃ってなってるから、通常攻撃アップする用具とかつければさらにいい感じになると思うんだよね。
あ、これちょっと26万ぐらいの人に開幕で打ったらどれぐらい入るか見たいかな。あ、6戦したんだもう。今日ちょっとあの長いな、きっと。スローでやってるし。まあでもちょっと X ランク行くまでやっちゃいましょう。これちょっと開幕友情ジャンプで、どれぐらい入るか、26万ぐらいの総合力の人にっていうのを試しに見たいと思ったけど、それ入っちゃうんじゃちょっとダメだな。あー、ダメだこれはダメージ出ない。あ、出なくないな。結構出たな。ムクロ持ってったし。あれ？あ、こんなに出る？それは嬉しい。一応ね、ライゼンから譲ってもらったグローブがね、必殺技威力ね、上げてくれてるはずではあるんだけど、あと反撃来るでしょ、これ。反撃、オッケー。あ、もう結構、楽勝の意見。いやいや、あんなに入ると思わなかった。マコイ流、レッパ、反衝壁されたのに。生き返る。おー、ガリガリっと。にゃー、二人して持ってかれた。ちょっとやんて、逆転しないでね。オッケー。ライゼンへのとどめをここで刺す。オッケーオッケー。あと一回で X に上がれますね。そして、じゃあ最後の相手は誰にしようか。いつきちょっと嫌なんだよね。ごめん、ちょっと一回確実に上げとくわ。ちょっと開幕友情ジャンプ、もう一回決めに行こう。ぶっ飛ばせ。いけ。おっしゃー。ボタンが残ったか。これめちゃくちゃ強くない？C とか D とか、あ、C ランクだけど、B とか A とか言ってる人たち、やばいでしょ。あ、すげえ、ちゃんと笛吹いてんだ。絶対絶命というやつだ。オッケー。はい、X ランク。ありがとうございます。ってことで、今回はね、この辺で終わりにしておこうかな。結構ね、スローでやってたから、めちゃくちゃ長い気がする。そんなわけで、今回は、ゆうすけをね、試しに使ってみました。これ普通に強いわ。まあ、反撃もね、反撃で倒すとこは見せれなかったけど、反撃プラス、友情ジャンプとかでね、シャチとか落とせてたりしたので、まあ、やっぱこれも結構強いよね。あとね、通常攻撃でプーが出てくるっていうのをね、気づいて、結構そこいいなと思いましたね。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。ほい。